ジョバンニ・バッティスタ・テイポロの絵画、アペレスの工房のアレクサンドロス大王とカンパスペ、モントリオール美術館所蔵。カンパスペは、アレクサンドロス3世の上布で、古代世界で最も偉大な画家という名声のあったアペレスの絵のモデルとなった。そのエピソードは、プリニウスの、博物誌に記録された事実かどうかは、怪しい交換の逸話の原因となった。 そのラタイ画の美しさを見たことで、アレクサンドロスは、画家が、自分以上にカンパスペを理解し、そして愛していることを感じ取った。そこでアレクサンドロスは絵を受け取ったが、カンパスペを、アペルスに与えた。アレクサンドロスは彼にカンパスペをプレゼントとして、与えたが、それは、あらゆるパトロンで、最も気前のいい贈り物で、ルネサンスまでパトロネージュと画家たちの模範とされたと、 ロビン・レイン・フォックスは述べている。アペレスは、カンパスペを彼の最も賞賛された絵画である、海よりイズル・アプロディーテのモデルとしても使った。それは、図像上のウェヌス・アナデュオメネで、髪を絞り、滴る水滴が彼女の体の周りに透き通った、銀色のベールを形作っていた。カンパスペは、我々の知るアレクサンドロスの生涯に関する5つの、 主要な転居には現れない。アレクサンドロスの現代の電気作家ロビン・レイン・フォックスは彼女の言い伝えを博物誌のプリニウスやサモサタのルキアノス、ウアリア・ヒストリアのアイリアヌスといったローマの著述家まで遡った。彼らはカンパスペガ、テッサリアのラリッサの著名な市民であったことを究明した。アイリアヌスは 彼女が若いアレクサンドロスに愛の手ほどきをしたと推測している。カンパスペは男にとっての恋人の総称的な詩における同義語となった。イギリスの大学祭人で詩人のジョン・リリーは1584年に喜劇カンパスピを表し、また次の詩も表した。スペインの劇作家、ペドロ・カルデロン・でラ・バルカはカンパスペの物語から すべてを与えて、何も与えずを表した。ありがとうございます。